いつでも安心おまかせどっこいショッピング。おやしみさん、何かお悩みでも？あ、飯田さん、はい、実は私どうしよう、ペットを飼いたいなって悩んでるんです。あ、心の隙間を埋めてくれるのはペットですもんね。そうなんですよ。いや、ただね、マンションなんかだと飼えなかったりしますよね。そう、お世話が大変だったり。そう、いつか横浜では、うんうん、アミメニシキヘビが逃げ出したりしましたよね。ありましたね。いや、あのニュース見てニシキヘビ飼う人がいたんだってびっくりしたんですよね。びっくりしましたね。ただ動物好きには反面、あれちょっと羨ましいなと思ったのも事実なんですよね。そこで今回は大型ヘビのペットのご紹介です。大丈夫ですよ、よく懐いてますから。このニシキヘビは一体？はい、実はこれ先週アマゾンから取り寄せたばかりのニシキヘビなんです。ニシキヘビですか？いや、これほとんどペットですね。そうなんですよ、つがいになってるんですよ。あら、仲がいいんですね。はい、アマゾンから到着したばかりです。脱走もしませんし、餌もいりません。おお、これならマンションの大家さんに叱られることもありませんね。はい、まさに夢のペットが実現いたしました。いや、しかしアマゾンってのは遠いようで翌日には届くんですね。そうなんです、オスとメスを飼いまして、先ほど赤ちゃんも生まれました。あら、おめでとうございます。はい、見てみますか？いいんですか？はい。うわー、かわいいです ね、 元気なんですよ。ちゃんともう舌も生えてるんですよ。なるほど、ほら、本当だ。おじちゃんに挨拶して。あら、痛い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 、はい、でも大丈夫ですよ。バンドちゃんと言います。ベルトちゃんもいて、おとなしいタイプなので、はい、職場に連れて行っても大丈夫です。今回皆さんの声にお応えして色違いもご用意しました。お電話お待ちしてます。シャー。